行ってくんで。今日は外出へんねんな。わあ。バイバイ。おはようございます。ニューロックです。いつもありがとうございます。これ。ああ、どんちゃん打たせてよ。打たせて、どんちゃん。どんちゃん、角刈り。というわけで、ディスクアップ生活番外編で、今日は強いイベントなんですよ。なので、まあ、ディスクアップは相変わらず1だと思いますんで、今日は、この角刈りで決めたいと思います。どうぞ、ご理解、ご容赦、お願いいたします。それでは、行ってきます。どうも。よろしくお願いします。
おお、すごい目やん。びっくりするな。どんちゃん助け。毎度お疲れ様でしたいらっしゃいませ。はい、というわけで、ディスクアップ番外編ということでした。まあ、ドンちゃんね、まあ、自分の、もうドンちゃんを、もう1億万回ぐらい回してきた経験で言わせていただければ、まあ、おそらく2位だと思います。はい。なので、やめました。はい。まあ、あれがやめ時かなと。ちょっと引っ張っちゃいましたけどね。まあ、多分、あのまま、もう下がっていって、プラマイゼロぐらいになるような、まあ雰囲気を醸し出してましたんで、何でね、醸し出してたんで、はい、すっぱりやめて、そこまでは良かったんですけどね。
そこからまあ実践時間が約2時間半ほどでしたので、いくらなんでもこれで帰ったらあかんかなという、まあ、余計なその考えが、ディスクアップにたどり着いてしまい、結局はまあマイナス80枚と、うん、こういう打ち方はねやっぱダメですね。ぜひ、皆さんはこういうダラダラした打ち方はしないようにお気をつけください。もうドンちゃんと決めた日はもうドンちゃんがダメであればやめた方がいいと思います。はい。まあね、ディスクアップわからないですけどね、ディスクアップですから。ただやっぱりね、今日この角刈りヘアでやったのにもかかわらず、まあ、ディスクアップを打ってるっていうのがもうね、やっぱ負ける、それが原因やと思います。はい。まあそんなわけで、ディスクアップ番外編、角刈り野郎を打ってきました。いかがやったでしょうか？たまにはこういうのもありかなと。というわけで引き続きディスクアップ生活頑張りますんで、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよならー。ガラガラ。毎度いらっしゃいませー。江戸社長はいはい。今日はね、そうですね。イカがいいですね。あとタイと、マグロと、あ、うなぎも、え？ズリでーやっぱりズリ塩きつめでねお疲れしたーごめん。ありがとうございました。